戦国武将の中で誰が一番強いのか、戦国武将最強ランキングを紹介します。ゲーム信長の野望新生の武将データをもとに30位までランキング化しています。それでは早速30位から見ていきましょう。三好家臣鹿を三奪し、将軍足利義輝を殺し、東大寺大仏殿を焼いたとも伝わる。後織田信長に属し、謀反を起こすが敗れ、平雲と共に生死した。弱き者らが情けなど望むでないわ、いねえ。朝倉家臣朝倉家初代当主利景の子、軍奉行を務め周辺諸国へ出兵し、朝倉家の武威を内外に知らしめた。加賀一行一騎討伐の際に発病、帰国後に死去した。伊達家臣19歳で主君政宗の守役となり、血の面で政宗を補佐した智将。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣するよう政宗を説得し、伊達家の存続に貢献した。徳川家臣徳川四天王の一人、軍装を赤で統一した軍領は赤鬼と恐れられ、常に先方を争った。関ヶ原合戦では島津軍を追撃し、島津豊久を討ち取った。いいが赤備え、その目に焼き付けるがよい。大内家30代当主、逃れてきた前将軍足利義兼を擁し、細川高国と結んで上洛。官吏隊として10年幕府政治を司る。帰国後は雨小屋秋武田家と戦った。細川家臣3人の弟たちや松永久秀ら優れた家臣に支えられ台頭。主君晴元を追放して畿内を掌握し、日本の福王とまで呼ばれる権力者になった。浦上家臣乙御城主、剣謀術数の限りを尽くして敵を葬り去り、家中最大の勢力を築き上げる。最後は主君宗影を追放して備前国を掌握した期待の豪将。佐竹家18代当主、義昭の嫡男、父の遺志を継ぎ日立の統一に成功する。北条家と伊達家を敵に回し、陣頭で自ら采配を振るう姿は鬼義重と恐れられた。大友家臣橘城西城徳、落雷で歩行不能となるが、腰に乗って常に大友軍の先陣を切り、鬼洞察の異名を取った。生涯を軍人で過ごした家中随一の猛将。奮い立て、我も共に戦わん。竜造主家臣清房の子、主家の発展に貢献した自由管理の将。主君正家を貢献して国政を取った。関ヶ原合戦で東軍に属し、戦後肥前の支配権を獲得した。出雲の戦国大名、京極家に仕えるが所領横領の罪で出雲守護隊を罷免される。後に居城那須山と他城を奪回して勢力を広げ、中国11カ国の大使となった。最上家11代当主、戦闘と謀略を駆使して出羽を統一し、最上家最大の藩都を築く。関ヶ原の合戦の際も上杉軍の猛攻から出羽を守り抜いた自由権美の名将。宇宙が故障の地を魂に刻み込め。豊臣家臣主君秀吉の参謀を務め、秀吉の天下統一に大きく貢献した。しかしその卓抜した戦略的手腕を恐れられ、禄高は武前中津12万石に抑えられた。我が地望を天下に轟かす、その礎となれ。毛利元就の三男、秋の豪族小早川家を継ぎ山陽地方の攻略にあたる。本能寺の変後は毛利家の存続を図って豊臣秀吉に接近し、御大老の一人となった。陳氏木工にて計りごとをなさば、危うきを遠ざけられよ。マムシの異名を取った美濃の戦国大名、宋から油商人に転身、ついで美濃守護時頼明に仕官。
頼明を追放して国主となった。後に子義達と戦い敗し、マムシが毒、嫌というほど味わうがよいわ。島津家17代当主徳久の次男伊藤大友両家を封鎖し、島津家を隆盛に導いた家中随一の猛将。朝鮮派兵の際は明の大軍を破り、軍師なんずと恐れられた。土佐の戦国大名お工場主国近の子氷冠の一両部族衆を率い、また徳間に周辺諸国を制圧。十数年で四国統一を成し遂げ、土佐の敵人の異名を取った。この元近が鬼和子と呼ばれしゆえん、見知りおけ。行高の三男氷利卑怯の者と豊臣秀吉に評された期待の豪将、関ヶ原へ行軍途中の徳川秀忠軍3万8000を数千の兵で翻弄し、秀忠軍を信濃に釘付けにした。敵も味方もなし、皆我が手のひらの上で踊るがよい。駿河の戦国大名イボケイ元寇ウェタンを倒して家督を継ぐ。空孫寸三国同盟を結んで高古の憂いを断ち、上洛の都につくが、桶狭間で織田信長の奇襲を受け絶命。街道一の弓取りが呼びな、飾りとでも思うたく。も北条家二代当主北条の姓を初めて使用した。大栗がやつ上杉家との戦いや、お弓久保足利家との第一次コロナ大熱戦に勝つなど、着実に関東に地盤を築いた。奥州の独眼竜参る。伊達家十七代当主寺宗の嫡男、また徳間に周辺諸国を切り従えて24歳で奥州に派を唱え、独眼竜と寄付された。剣謀術数で豊臣徳川両政権を生き抜いた。独眼竜が十作松代まで語り継ぐがよい。毘沙門天の加護ぞあれ。越後の戦国大名為景の次男上杉範政から関東管理職を譲られ、上杉姓を名乗る。今の軍旗を翻して執行する姿は軍神と恐れられた。通称越後の竜。心に義なき者らを蹴散らしてくれん。我が志この乱世に刻まん。も北条家三代当主氏綱の嫡男武田信玄上杉謙信ら強豪としのぎを削り、関東に一大王国を築いた。自由兼備の名称で戦国期随一の民政家としても著名。相模の獅子が行くぞ、ただ我の向かうところのみを見よ。我が力にて乱世を終わらそう。織田家臣優れた才智と教養により重用されるが、突如謀反を起こし信長を本能寺に討つ。しかし事後調略に失敗し、山崎合戦で敗れ逃亡中に落命した。時は今、皆の者、少年馬ぞ奮い立て。わしも天下を狙うんじゃ。戦国一の出世頭織田信長に仕え、結出した人望と知略を武器に活躍し頭角を現す。本能寺の変後、明智光秀柴田勝家らを次々と倒し天下に派を唱えた。この千成廟丹がある限りわしらは負けんぞ。百万一心膝ゆかん。秋の戦国大名剣謀術数を駆使して勢力を拡大、中国十カ国の主となった期待の豪将。厳島合戦では数々の謀略ですべ春方を翻弄、五倍の兵家の敵を破った。我が策なれり、お主らにこの先はないわ。大謀心中にあり。江戸幕府の創始者広忠の子桶狭間の合戦後に自立。織田家との同盟豊臣家への従属を経て勢力を拡大する。関ヶ原合戦で勝利を収め征夷大将軍となった。三河武士とは格のごとし、とくと見よ。今川家臣押鹿範光の乱を平定し発言力を持つ。堀越久保や扇ヶ谷上杉家臣三浦家らを滅ぼして伊豆相模を領国化した。戦乱の共有として名高い人物。
御旗立てなしもご昇乱あれ。天守護、信虎の嫡男、苛烈な政策に反対して父を追放、当主となる。盛況な騎馬軍団を率い、臨機応変の知略で織田信長を苦しめた。通称甲斐の虎。風林火山、我が手で攻め潰してくれるわ。天下不武、誰にも止めさせぬ。信秀の嫡男、今川義元を桶狭間で破る。以後天下不武を標榜して敵対勢力を次々と滅ぼした。今こそ勝機、我が先方その目に焼き付けよ。この信長が生き様を見よ。天下統一を目前にして明智光秀の謀反に遭い本能寺に散った。以上になります。あくまでもゲーム上のデータを元にしたランキングですので、この点はご了承ください。当チャンネルでは歴史を題材にしたゲームのゲーム実況なども行っていますので、興味ありましたら再生リストからご覧いただけたら幸いです。動画が良かったと思われた方はチャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。ではでは。